はい、今日はね、揚げまんのね、特徴についてお話しさせていただきたいと思います。ね、揚げまんってことはね、夫婦仲がすごく良くなります。で、旦那様の、まあ、運気ももちろん良くなります。で、これね、女性だけじゃなくて、実はね、男性で夫婦仲があんまりうまくいってないとか、女性もそうなんですけどね、うまくいってないっていう方もね、ぜひ見ていただけたらちょっと参考になるかと思います。ね、まあ、何が一番大事かって言ったらね、まあ、男性でいけば、ね、妻を愛する。で、まあね、女性でいけば、ね、旦那様を尊敬するということにはつながってくるんですけどもね、まあ、それについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。では始めていきますね。はい、それではね、今日は揚げまんの、ね、特徴についてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、まあ、揚げまんって言ったら、まあね、いろんなことをイメージされる方もいるかと思いますけども、まあ、男性と女性といるわけですよね。で、まあ、男性のね、パートナーであったりとかね、まあ、夫婦関係であれば旦那様ですよね。その運気をぐーっと上げていく、ね、それがまあ揚げまんって言われているね、まあ、意味なんですけども、まあ、それについてね、ちょっと今日はお話しさせていただきたいと思います。ね、で、揚げまんになるともちろん夫婦仲もね、すごく良好になりますよね。で、ね、ちょこちょこ勘違いされている方もいらっしゃるので、まあ、ちょっとそこも見ていきたいと思うんですけども、まあ、揚げまんの定義としては、まあ、付き合っている男性とかね、もしくは旦那様、ね、の運気をぐーっと上げていく女性のことですよってことですよね。だからね、揚げまんに出会えるとむちゃくちゃラッキーですよね、男性としてはね。で、そういう奥様をね、ゲットすれば、ね、もう夫婦仲も良くなるし、家族関係もね、良くなるっていうのがあります。で、そこでちょっと慢心すると良くないんですよね。もういくらね、揚げまんの、ね、奥様捕まえたからって言ってね、まあ、旦那様が奥様のことをね、粗末に扱ったりとかね、不義に扱ったりとかすると、やっぱりね、女性はって言ったら人間ですからね、さすがに揚げまんでもね、嫌な思いばっかりさせられるとね、もう旦那様に尽くそうというふうになくなってくるわけですよね。そういう考え方がなくなってくるわけです。そうするともう成功のはしごをね、ガサッと外されます。そうすると男性どうなるかってピューッと追ってきますからね。だからあんまりね、慢心しないってことね。で、いつも支えてくださっている奥様に関しては愛情を注ぐっていうことです。愛情を注いで、いつもありがとうってね、いつも支えてくれてありがとうってね、やっぱ妻にはね、感謝の気持ちと、やっぱし愛情っていうのはね、常に忘れてはいけないとは思います。それを忘れると本当にね、奈落の底へドーンって突き落とされますね。まあ、私はそういう経験とかもね、まあ、あるのでね、いろんな経験してますのでね、そういうこともまあなんとなく予測はつくんですけども、で、一応勘違いする方もいるのでちょっとそれ見ときましょうね。まあ、揚げまんって言ったらね、女性の正規ではないよっていうのもちょっと知っておいていただいた方がね、いいかと思います。床上手っていう意味ではないんですよね。まあ、もちろん床上手であればもちろんいいんですけどもね、まあ、そういう意味じゃないよってことね。で、まあ、実際どういうことなのかっていうのをちょっと詳しく見ていきます。ね、ここはね、揚げまんになりたいっていう女性もね、すごく必見やと思います。ね、夫婦仲をもっともっと良くさせたいし、自分のね、運気も上げれるし、そしてね、旦那様の運気も上げれる、家族の運も上げれるっていうのがね、この揚げまんの特徴です。ね、だからまあ魅力的な女性ってことですよね。容姿端麗で、ね、見た目だけが綺麗じゃなくて、中身もしっかりさせていきましょうってことです。ね、じゃあどういう風にしていけばね、女性は磨かれるのか、ね、男性に愛されるのかですよね、っていうことについてちょっと見ていきたいと思います。ね、まあ、そういう女性はって言ったら何やってもそうなんですけどね、スムーズに何でもいい方向へ動いていきます、ね、で、まあ、言えばムードメーカー的な存在になっている方もいますし、もしくはね、あんまり目立つのが好きじゃないっていう方は陰で支えて、縁の下の、ね、力持ちみたいな感じでね、うまく相手を支えてあげる、ね、敬ってあげているっていうのがね、あります。そうするとね、やっぱ男性って動きやすくなるんですよね。うん、あ、妻がいてくれるからとか、パートナーがいてくれるから、ね、安心して仕事とかやりたいことができるわけです。ね、で、もしね、性格的にはあった努力家ですね。すごく努力家の方が多いです。まあ、自己投資をね、やっぱされる方が多いんですよね。で、もちろん、性格はったらすごく明るい方が多いです。やっぱ落ち込んでるとね、暗い人やったらね、元気出ないしね、やっぱし周りにいる人もだんだん暗くなるからね。やっぱ明るいってね、のがすごく大事です。明朗ですよね。明るいとね、やっぱし周りも一緒にいる方みんなが明るくなってきます。ね。
で、まあ、気遣いがすごくできる、ね、パッて あと空気が読めるって方もそうですよね。状況を察するんですよね、うん、で今何すればいいかっていうのがすぐパーンって分かるっていう方ですよね。そういう方はすごく魅力的です、ね、で気遣いもできて、相手が今何を求めてるのかとかね、何をしてほしいのかっていうのがすぐさっと察知して、それが行動に移せる方っていうのはね、女性だけじゃなくて男性でもそうです。大事なことです。だからこれね、女性のことについて書いてるように思うけどね、実は、ね、男性もね、できることに関してはどんどんやっていった方がいいと思います。女性がね、まあ、奥様がこうやったら喜ぶんじゃないかっていうことに関してはやるとかね、あとはまあもちろん奥様がね、自分に対して何かやってくださった方な、やってくださったっていう場合はありがとうっていうことをね、常に男性はね、パートナーに言うっていう感謝を伝えるってことですよね、まあ、お互いのね、その関係性ってむちゃくちゃ大事ですね。片一方だけが尽くしてて、片一方はもうそれが当たり前になっちゃうと、これ良くなくなります。この関係性ってうまくいかなくなりますね。でやっぱしね、謙虚ね、傲慢になるとね、ほんと成功のはしごをドッと外されますからね。私はそういう傲慢なところがねあってね、よく成功のはしごをね外されてきてます。もうね、中学校からそうですね、中学校も高校もそう、大学もで、社会人になってもそうで、独立してからもそうって感じでね、同じ失敗をやっぱ繰り返すんですよね。でなんでこんなに失敗するのかなと思ったらね、やっぱしね、傲慢になってることが多いんですよね。傲慢になると必ずね、失敗します。足元をすくわれます、ね、もうほとんどのね、失敗する原因ってここです。成功してうまくいったとかね、調子乗ってるとね、本当は足元をすくわれてドーンと落とされますからね、うまくいってる時こそ傲慢にならずに、ここね、傲慢にならずにここです。謙虚っていうのがね、むちゃくちゃ大事です、ね、私はそれをね、もう5回ぐらい大きな失敗してから、ようやくね、あ、傲慢やったらあかんねやっていうのをね、気づくようになりました、ね、でやっぱ素直ですよね、まあ、男性も女性も言えることです、素直、ね、でもちろんプラス思考ですよね、でいつもニコニコして笑顔であれば、ね、うまくいきやすくなります、まあ、簡単に言ったら明朗でいいと思いますね。ほがらかで明るい、ね、ローってこっちだった ね、まあ、明朗であればね、まあ、周りも自然と明るくなるし、やることなすことだんだんうまくいきやすくなります。でうまくいったら注意することとしては、傲慢にならないことですよね。常に謙虚で、ね、一歩下がって物事を見るっていうふうにしておくと、大きな失敗もせずに成功し続けられます、ね、これがむっちゃ大事だと思います。で次、まあ、もうちょっと細かくいきますけども、奥様はね、旦那様に何をしてあげるといいかっていうとね、まあ、家の中でね、旦那様の居場所っていうのをね、ちょっと作ってあげるといいかと思いますね。まあ、空いてる部屋があればそこでいいんですね。まあ、仮想学的にいけば北西の方角ですね、まあ、これが家やとしたら、北西ってこちら辺です。西の北やからね、北西の方角っていう旦那様の方角にはなるんですけども、そこに、ね、もし部屋がちょっと空いてたらね、書斎としてね、使ったらどうとかね、ちょっとここで自分の時間持ったらどうっていう風にしてあげるのもいいかもしれません。家が狭くて無理っていう方はまあしゃあないんですけどね、まあちょっとね、まあ、一軒家でまあ空いてるお部屋があるんであればね、そういうお部屋を作ってあげるのもいいかもしれません、ね、でね、やっぱしね、旦那様をね、大事にすると、旦那様からもね、奥様って大事にされますね。物ってね、やっぱ魂があります。人も同じですよね、うん、人も物も同じなんですけども、やっぱしね、大事にすると、その大事にしたものから大事にされます。物もそうやし、人もそうね。だから奥様が旦那様を大切にしてたらね、旦那様はあった奥様を大事にしますね。もちろん愛してくれますからね。で一応ね、経済的な面でいけば、まあ、家計簿ね、これはやってるとことやってないことあると思いますけども、まあオープンにしてるね、で旦那様の小遣いもね、ちょっとアップしてるよっていう家庭はね、いいんじゃないかと思います。まあうちはね、小遣い制っていうのは私がお金今も管理しちゃいますので、小遣い制ではないんですけども、まあ必要なものに関してはお金使います。ただね、やっぱしでも物はね、いらなくなってきます。だいたいね、もう40代ぐらいになってくるとね、あんまりもう物を溜め込もうとか買おうとしない方がいいと思います。服とかカバンとか靴とかね、その他もろもろ
雑品っていうかな、もう雑貨っていうかな、そういうのもね、もうどちらかといえば、ね、手放していくっていうふうにしていく方が実は運気って良くなってきます。男性も女性もそう。だからクローゼットにね、いっぱい服が連なってるんやったら、多分ね、半分以上は1年以上着てないからね、ガサッと捨てていくと運気さらに良くなります。でスペースも空くからね、だから着てない服ちょっとね捨てていった方がいいかもしれません。靴もそうね、もうマックス5足ぐらいあれば十分、もう3足あればいいっていう場合もあるかもしれないけど、それ以上もう10足以上あるって場合は半分以上捨てた方がいいかもしれません。あとカバンね、使ってるカバンならまだいいんですけど、使ってないカバンで置きっぱなしでホコリかぶってるよっていうやつね、もうそういうのをどんどん捨てていった方がいいと思います。物がねありすぎるとごちゃごちゃして精神的にも落ち着かないです。でイライラしやすくなります。で子供にもね、あの感情的に当たってしまうっていうことも多くなってきたりとかするから、まずね物使ってないものとかどんどん断捨離で捨てていく方がいいと思います、ね、40代以降は、ね、以降はもう手放す時代に、ね、物とか執着、ね、物とか、まあ、執着ですね、これをもう手放す。そうするとね、いい運気が入ってきますからね。だからまあ20代30代ぐらいまではまあ必要なものは買っていっていいと思います。まあ40代もそうですけども、ただもう40代以降のものに関してはね、40代50代60代でまた何か買おうってするよりかはどんどん手放していく方がおそらくね運気良くなります。食べ物もそう、もう何でも朝昼晩って食べるんじゃなくて、もう30代ぐらいからね、もう1日2食ぐらいにしていくっていう風にしていかないと、どん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 体の中がゴミ屋敷状態になります。家の中もゴミ屋敷状態になってると運気なんて絶対良くなりませんし、夫婦仲は良くなりませんね。そういうのがありますのでね。であと健康管理ですね、これもめっちゃ大事ですね。まあ食事何食べてるかね、コンビニ弁当ばっかりとかね、外食ばっかりとかね、もう加工食品でスーパーで売ってるやつとかね、もう電子レンジでチンしたら食べれるような冷凍食品とかね、もうそんなんばっかりっていう場合は、まあカロリーはあるけども栄養価は全くないので、だいたいね5年10年するとね大きな病気に出てきますね。もうがんになったりとかね、まあもう早い人なんかあったらすぐアトピーとかね、尋常性感染とか小石の疱瘡とかね、もうそういう疾患がいっぱい出てきますね。まあ戦争する前はそういう疾患ってなかったんですけどもね、戦争してから、ね、アメリカの文化もバッて入ってきてね、で添加物だらけの、ね、あの国になってしまいました、ね、だからまず食事っていうのはね、まず原材料を買ってきます、ね、野菜とか果物とかお肉もそう、あんまり輸入牛とかはね買ってくると抗生物質とかね、あとホルモン注射してるお肉がいっぱい入ってきてますので、そういったのを食べるとやっぱ病気になるわけですよね。自ら病気になるような人とね、食事ね、自分で食材ちゃんと買ってきて調理して、で栄養価のあるものをしっかり食べることによって人間の体って作られていきますね。だから普段何食べてるかで、ね、5年後10年後、ね、病気になりやすいかなりにくいかって変わってきますね。食事もめっちゃ大事です。でやっぱし40代、まあ、30代以降はね、やっぱ物も執着も手放すのと一緒で、食べ物もそう、食べ過ぎないってことです。ほんと1日1食か2食で十分やったりしますね。あの20代ぐらいまでは育ち盛りで食べ盛りやからね、朝昼晩とか もしかしたら夜食とか食べてると思います、ね、10代後半なんかむちゃくちゃお腹すくから、ね、20代前半もそういいんですけども、もう20代後半から30代にかけてはもう1日2食とか1食ぐらいの方が多分病気しにくくなるかと思います。であとは次こっちね、睡眠ですね。睡眠これもむっちゃ大事、ね、人間って寝ないと死にますね。あとまあ空気吸わないと、まあ、酸素を吸わないと、まあね、もう5分したら死ぬんですけども、その次に大事ったらね、呼吸の次はあったこの睡眠です、ね、何時間寝たらいいっていうんじゃなくてね、できたらね太陽が沈んだら寝るぐらいの方がいいです、ね、でまあ、あの小学校ぐらいまでは、ね、小学校行くまではあったもんね、8時ぐらいには寝といた方がいいです。小学校低学年ぐらいですね、1年生2年生ぐらいはそうで、まあ、3、4年生でもね、もう9時ぐらいには寝てた方がいいです。でも5、6年生からちょっと勉強するっていう方もねいたりすると思うから、それでも10時ぐらいには寝てた方がいいです。であとはもう、中学校高校大学ね、社会人ですね、もう11時には寝てた方がいいです。
テストがあるっていう方は、まあ、それでもまあ12時ぐらいには寝てた方がいいです。で、朝早く起きて勉強する方が、よっぽどね、効率もいいし、健康的にもいいです。ね。もう、私は大体朝5時に起きます。ね。で、活動しちゃうんですね。その方がね、時間が、ね、効率的で、有効で、集中しやすくなります。午前中に、いろいろガーってね、やるとね、能率上がります。ね。午前中の1時間がね、お昼の3時間ぐらいに相当するぐらいの集中力っていうのも出てきますから。ね、だからね、私の場合は大体ね、もうちょっと前まではね、11時ぐらい寝てたんですけど、今はね、10時ぐらいに寝ます。しんどかったら9時に寝ます。だいたい5時に起きます。ね。っていう感じ。で、あと本当はここ書いてないんですけど、考え方ですよね。ここの、まあ、明朗でいいと思うんですけども、ここのね、性格ですよね。考え方とか性格。で、いいなと思うことに関しては、すぐやるってことです。ね。だから人の話聞いてて、あなんか気づいた場合ちょっとメモっとくとかね、そしてすぐ行動に起こしていくようにすると、ね、人生変えていけますからね。で、あとね、理想としては、まあ、こことここね、できるとすごくいいと思います。私もこことここあんまりできてないところもまだありますけどもね、まあ、夫婦ともどもね、同じような志とかね、目標を持っているっていうことですよね。やっぱね、夫婦共通したね、目標とか課題があれば二人力を合わせてね、ぐーっとね、やっていけますからね。これすごくいいと思います。まあ、すぐ見つからないという方もいると思うけどもね。もし、まあ、なんか二人の共通する趣味とかでもいいです。ね。もうそっからでいいと思うからね。なんか、二人でできることがあればね、いいですよね。で、今度、こっちですね。まあ、いざっていう時の覚悟とスキルをね、持っているっていう奥様。まあ、なんか資格があるとかですよね。まあ、たまに旦那様がね、まあ、仕事をしててなんか大怪我したとか、事業がうまくいかなくなってきた、もちろんね、うまくいかなくなってきたとかで、大怪我して働けなくなってきたっていう場合は、奥様が、じゃあ私がね、旦那様の代わりにね、働くよとかね、いざっていう時に何かね、今まで蓄積していた貯金があるから、これをじゃあ使ってやっていこうとかっていうふうにね、やってくれる場合があるかと思います。ね。まあ、これはね、いざっていう時なんで、まあしょっちゅうじゃないかもしれないけども、まあそういう時のための、まあ貯金みたいなのをしてるよっていう方でもいいかと思いますね。で、その時ですね、これ一番下が実はね、むっちゃ大事なんです。あの、夫婦仲で良くさせていくためにはって言ったらね、お互いのことなんですけども、旦那様はって言ったら奥様にまず感謝するね。ご飯をいつも作ってくださってるとか、洗濯でね、服とかもきれいにね、洗って畳んでね、用意してくださってるとかもそうね、そういったのは当たり前じゃないんですよね。奥様に関してはそれをね、ありがとうっていつも伝えていく、言葉に出してね、愛情表現の一つにもなりますけども、感謝っていうのはすごく大事です。で、奥様、奥様って旦那様がね、外で仕事をしてきてお金稼いできてくれてるわけなので、いつもお疲れ様ですとかありがとうとかっていうことをやっぱ伝えるってことですよね。これはまあ男性も女性も言えることだと思います。で、奥様がね、旦那様にやった方がいいことはあったらこれです。尊敬とか敬ってるってこと。多分ね、あげまんの方はね、必ず男性を立てますね。旦那様を立てる男ってね、愛されるっていうよりもね、よいしょって言って立てていただく、立ててもらえる、あなたすごいねとかっていう風にね、褒めてもらえると嬉しいんですよね、うん。で、女性はって言ったら愛される方が多分嬉しいと思う。だから男性は奥様を愛するとかね、うん、っていう風に、とかあと感謝ね、これをね、忘れちゃいけないと思う。で、女性はって言ったら男性を立てていくね、ちょっと不仲の場合はね、多分ね、奥様が旦那様のことを不義に扱ってたりとかすると思うね。それをね、ちょっと改善していくとね、運気変わってくるし、夫婦仲良くなっていくし、あげまに変身できますからね。で、旦那様はった奥様に対してはやっぱし感謝の気持ちは絶対忘れないってことと、愛情を注ぐことです。愛してますよっていうことをね、言葉で伝えるとかでもいいです。まあ、ちょっと照れくさくて言いにくいことがあるかもしれないけどもね、それをまあね、どうやって表現していくかですよね。で、まあ奥様の場合はね、まあ、生理周期とかもあってね、まあ、波があるんです、実は。ね。なんか気がついたらなんか怒ってるみたいやねんけど、とかね。なんかわけわからんけど、なんかイライラしてるみたいとかってね、なると思います。で、私はそういう場合ね、スーッと距離を置いちゃうんですね。で、一緒にいると余計争い事になっちゃうからね。で、波動が
ガクンって妻が落ちてる場合は一緒にいるとね自分もガクンと落ちたりとかね、まあ、暴言吐いたりとかするの嫌やから距離を置こうとして離れようとしちゃうんですね。でこれがねあんまり良くないみたいで、奥様がねなんかイライラしている時とかっていうのは何かあったとかってね優しく寄り添ってあげるのがやっぱしいいみたいですね。私はそれがねなかなかできなくてちょっと距離を置こうとしてそれがすごく冷たいとか愛されていないっていう風にねどうも妻は思ってるんじゃないかなっていうのがね最近気づき出してます。だからそこねちょっと直せれたらねいいかなと思います。で旦那様をね立てていくとね朝もそう行ってらっしゃいお疲れ様とかで、ね、帰ってきたお疲れ様ってね立ててあげるね、朝も昼も立てて夜も立てるとね、まあ夜はねちょっと下ネタになるかもしれないけども、まあね男性を立てるっていうことをしとくと、ね、尊敬するっていうことをしとくと自然とね奥様はって言ったら優しくされて愛されるようになってきますね。私愛されてないっていう場合は多分ね旦那様を立ててないことが多いと思う。不義に扱ってたりとかね、もう働いてくるの当たり前やろとかね、お金早く入れてよとかね、もうそれ ATM 扱いしてるとさすがに旦那様もね察するからね、それは愛されませんよそういう女性はね。だからそこはね、男性は奥様を愛するし奥様は旦那様を尊敬するっていう風にしていくとこの夫婦仲っていうのはすごく良くなっていくと思うしね、お互いがね良くなりますね。まあ夫婦仲も良くなるし揚げまんでね家庭環境もすごく良くなっていくと思いますね。というわけでね、まあこういろいろ話しましたけど大事なのは一番下ですね。感謝っていうのはお互いやること、男性も女性もやることね。で旦那様はって言ったら奥様を大切に優しく愛情をね注ぐってことで、奥様はって言ったら旦那様を立てるね尊敬するってことね。これがねやっぱし、ね、ポイントみたい、簡単にいけばここですね。これができるようになってくると多分夫婦仲良くなると思いますね。じゃあ今日もね見ていただきましてありがとうございますね。また次回の動画でねお会いしましょう。ではさようなら。はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございますね。まあ私は漢方専門の野村薬局っていうものをね経営しておりますね。でまああとは興味ある方はね、まあここ漢方専門野村薬局っていう風に書いてますので、そこホームページでね見ていただけたらね、私の考え方とかね症例とかブログとか載せてますね。興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていう風にこれも検索していただけるとね、まあ今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですね、そういったのもまあ載せてますね。でまあ全国の漢方体験のね先生方の体験談でも見れますので、まあ検索してググってもらったらねすぐ出てきます。で私はった兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ番地まではあえて載せてません、まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐ分かります。ホームページ見てもすぐ分かりますからね。まあそこでやってます、ね、でまあいつやってるかって言ったら、まあ午前中の9時から夕方の6時午後6時ですねまでやってます。で木曜日が定休日です。でまあ臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ、勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります、まあ、講演する時もありますのでね、そういう時はちょっと臨時で閉めます。そういう時はこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのも書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。でまあ遠方でね県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。でね、まあ、1回目は本当は来てもらった方がよりいいかと思いますね。ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べてお昼何を食べて夜何を食べてるとかね、寝る時間帯とかね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けておりますね。の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページかね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ電話予約も一応受付はしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱしね時間遮られるので、できれば、ね、ここのホームページから予約していただけるとありがたいです。でここまで来ますね。あとどういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持ってらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で心とかね体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思いますね。いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。
早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ個人差もちろんあります。もう一回言いますよ、まあ、誠実、ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことですね。損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮くださいね。あの他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で感謝ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮くださいね。あと謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で私もそうなっちゃいますのでね、あの引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、あのご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、あの予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合ももう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。というわけで今日も見ていただきまして本当にありがとうございます、ね、また次回の動画でねお会いいたしましょう。では失礼いたします。